様でございます。呼んでみましょう。親方様、おいちの上杉謙信である。本南武者の三つでございまする。本日我らがまずご紹介いたすのはここ坂口記念館様じゃ。はい、こちらは昔ながらの酒造りの方法を学べましたり、酒博士と言われている坂口金一郎様の業績を知ることができる建物でございます。何か聞こえてまいりませんか？おー、今の時期は酒造りの、はい、さて、ではまず酒造り歌です。越後上越は古くから越後当時、首木当時と言われる酒造りの羅針盤当時様をはじめ、多くの蔵人を日の本各地に輩出してきました。保存継承されているこの歌を聴きながら一杯いただくのも良いですな。美酒美酒、坂口金一郎殿が愛した雪椿と共に飲む酒は、あ、格別じゃのう。早は次に参りますよ。ちょっと待って、まだ酒途中だぞ。上越出身の坂口金一郎博士は、醸造学、麹菌などの研究を通して酒博士として親しまれ、また雪椿をこよなく愛し、数多くの歌も残しています。こちらでは春に多くの雪椿も楽しむことができます。酒の試飲や、そしてここを貸し切っての会合や宴席などご予約をいただくと、くびきのごっつおぜんもお召し上がりになれるようですよ。ではもう一度坂口記念館様へぜひお越しくだされ、お待ちいたしておりまするぞ。なんか一句浮かびそうよ。ではここでわしから一句。寒い冬、ほっと一杯ぶどう酒で、心あったか顔もあからむ。ホットワインのホット、そしてそれを飲んで心がホッとするのホットでございます。わかった。皆様のこんにちはじゃ。上杉景勝である。今回も兼続を引き連れやってまいった。このわしが築城に携わった宝城から鉄籠を走らせ約20分、岩の原葡萄園である。お主はワインなるものもたしなむのか？は、特に赤が好きでございます。それはさておき、こちらは日本ワイン葡萄の父と言われた川上善兵衛殿が22歳の若さで開かれた1世紀以上の歴史のある葡萄園にございます。おう、雪も降ってるから、では中行ってみるか。あ、あの勝海舟殿の死とは、岩の原の地名が表す通り、石だらけで痩せたこの土地に暮らす農民を救うべく、チャレンジ精神でブドウの栽培、ワイン醸造の事業を起こしたのでありまする。若干22歳にして見事な快挙であるな。お主は22歳の頃はどうだった？確かおせんと結婚し直行を継いだ頃だったな。あ、それはさておき殿、こちらの資料館では今日の国産ワインの醸造の礎を築いた善兵衛殿が困難を極めながら取り組んだ気候風土に適したブドウの品種交配やワイン作りの歴史を学ぶことができます。の外から入ると何やら暖かい気がするな。この当時からの石蔵は一定の温度が保たれ、真夏でも涼しいそうだ。ここにあの人の好きなものたくさん眠っとるの。眠っておりますね。一刻も早く飲みたいですね。熱いよ。善兵衛殿は豪雪地の雪を逆手に取り、貯蔵した雪を利用した低温発酵や密閉醸造などワインの醸造方法にも工夫を凝らしていたのである。現在こちらでは新たに雪室を復活させ、夏場の温度管理に雪を利用されておるようじゃ。雪室といえば
前回紹介したスキー場キューピットバレーにもあったな。雪国ならではの知恵だな。殿、そんなことより早く飲みに行きましょうよ。何やらホットワインもうまいらしいですよ。ホットだけに、ホットだけに。分かった。うん、ホットだけに。分かった。はい、こちらは吉川区の道の駅吉川杜氏の里です。実際に越後杜氏様による酒造りを行っている蔵元でもあります。期間中はガラス越しに酒造りの様子を見ることができ、地酒の試飲もお買い求めもいただけます。また温泉、ゆったりの里や地元の農産物、特産物の直売所もあり、まさにゆったり楽しむことができます。上越には歴史ある蔵元をはじめたくさんの酒蔵があります。また農家民宿様で作っているどぶろくもあり、毎年秋には上越妙高の日本酒、どぶろく、ワイン、地ビールなどいっぱい楽しめる越後謙信酒祭りなる大きな催しもあります。それではご一度、我らが里の酒、そしてゆかりの場所をぜひとも堪能して楽しんでいただきたい。お待ちいたしております。どうかくないか、飲みすぎじゃ。気のせいですよ。ジュゴロ、ジュゴロ、ジュゴロ、寝とるな。起きろ。